ロムジー修道院ロムジー修道院は、イギリス、ハンプシャーの市場長ロムジーにある、イングランド国教会の教会である。当初の建物は、ベネディクト会の修道院として10世紀に建てられた。現存まで続く教会は、町のシンボルであり、また、女子修道院であった、この教会が同時期に設立された、他の教会より、財政的に恵まれていなかったため、現存していることは、 一層際立っている。ロム G 修道院907年に、アルフレッド大王の息子エドワード長慶王の娘、エルフレーダに率いられた修道女たちによって、ルームズエッグ、より厳密に言えば、沼地に囲まれたルームの地に、最初の修道院が建設された。あとに960年頃、エドガー王によって、聖エセルフレーダを守護聖人とする、 ベネディクト会の女子修道院として再行された。エルフレーダは近くに流れるテスト川の氷ような水の中に羅針で立ちながら夜遅くまで神を称える詩編を唱え続けたといった行いによって聖人とされている。修道院は発展を続け村は作物を供給するため修道院の周辺で発展していったが993年になってバイキングが村を略奪し、 最初の教会を焼き払った。しかし、千年頃に石像の教会が再建され、村もすぐに復興した。修道院は繁栄し、貴族の子供らの学問の府として有名になった。ノルマン朝の時代、1百二十年から1百四十年の間に元あったサクソン人の教会の地に、新しい頑丈な石像の教会が建てられ、それが今日まで、 ロムジーの中心となっている。1240年頃、修道院には100人を超す、修道所が生活をしていた。1348年から1349年に、ペストが街を襲うまで、修道院は発展と繁栄を続けた。それは1000人ほどいた、ロムジーの人口の半分を死亡させ、修道所にも8割を超える死者を出し、修道所は19人にまで減少した。 このため修道院は衰退し、ヘンリー・パスセーが制定した1539年の大修道院解散法によって解散の受き目にあった。修道院自体は強制的に解散させられたものの、教会は同時代の他の宗教施設のような運命をたどらず、破壊されることはなかった。これは現在で有生族のデュアルユースの状態になっていたためであった。教会の中に、 セイローレンスに捧げられた教会と町の住民だけが使用していた部分の両者が含まれていたということである。その後、1544年に町は王室から教会を100ポンドで購入し、皮肉なことに最初に住民が使用していた部分を取り壊し、セイローレンスに捧げられた教会を存続させた。1791年に教会に8個の金を設置し、 そのうち最も重かったテナーベルは 24CWT の重量があった。金のうち3つは1932年に改修された。現在は18世紀の仕組みを改修するために取り外され、金は主労とは別の場所に置かれている。ロム G 修道院にある初代マウントバッテン伯爵の墓教会が今日まで残っているのは、 少なからず19世紀のエドワード・ライオン・ベルトン氏の努力によるところが大きい。彼は、教会がアリシ日の栄光の姿を取り戻すように修復を行った。教会は現在、ハンプシャーで最大教区を持つ教会として存在し、インド総督やイギリスの国防参謀総長を歴任した、初代ビルマのマウント・バッテン伯爵、ルイス・マウント・バッテンの墓を収容している。 マウントバッテン伯は、ロムジーのブロードランズハウスという屋敷に住んでおり、1947年にビルマのマウントバッテン伯爵に乗された際に合わせて、ロムジー男爵の従属称号も授けられている。1979年8月27日、アイルランドでテロリストの爆弾に倒れ、ウェストミンスター寺院で国葬が行われた後、ロムジーに埋葬された。 未だに繁栄し熱心な信者がいる。この教会に2007年10月、ティムス・レッチ氏が教区牧師として任せられた。ありがとうございます。